アルメニアのザクロワインフルーツワインは、講義には、ブドウ以外の様々な原料成分から作られた酒全般を指す。果実、花、及びハーブから採取されたフレーバーを添加されたものを含む。分類によっては、ビール以外の醸造酒全般を含むように解釈されることもある。欧米などでは、歴史的な見地から、ミード、シードル、ペリーは、 フルーツワインの定義から除外される場合がある。欧米などでは、フルーツワインは伝統的に家庭で醸造されることが多く、北米やスカンジナビア等の涼しい気候の地域で人気がある。アフリカ、インド、フィリピンではバナナから作られるワインがある。一方、日本の酒税法による種類の分類として、果実を原料として発酵させたものを果実酒として定義しており、競技には、 フルーツワインと同義である。厳密な果実酒の定義には果実を中性スピリッツや連続式蒸留焼酎のような酒に漬け込んで作ったリキュール類等は含まれておらず、これらは混成酒に分類されているが、俗に果実酒と混同されることが多い。酒税法上はフルーツワインという定義はないため、梅酒等の混成酒は果実酒ではないが、抗議のフルーツワインに含まれると言える。 また、これも、日本の酒税法による種類の分類として、果実酒の発酵過程の途中でブランデーなどの蒸留酒を添加し、アルコール濃度を上げることにより、酵母の発酵を止め、それ以上糖分が分解されないようにすることで、甘みを高めるよう製造された混成酒のことを、甘味果実酒と定義している。甘味果実酒も、抗議のフルーツワインに含まれると言える。フルーツワインは、 通常、ブドウ果汁から作られたワインと定義を区別するために、例えばプラムワインやエルダーベリーワインのように冒頭に主原料名を付けて呼ばれる。欧州連合ではワインは法的にブドウ果汁を発酵させたもののみと定義されている。イギリスではフルーツワインは一般的にカントリーワインと呼ばれているが、この用語は フランスのワインのカテゴリー用語であるバンドペイと同義のため混同しやすいので注意が必要である。イギリスの法律でバンドペイと同等のワインカテゴリーはメイドワインという言葉が使われている。一般的なフルーツワイン原料のエルダーベリーフルーツワインは実質的には発酵させることが可能なすべての植物から製造することができる。ほとんどの果実類はフルーツワインを生産できる。 可能性がある。果実や植物から果汁やフレーバーを抽出する方法には多くの方法が用いられているが果汁を削除し煮詰めて発酵させる方法が一般的である。ブドウ以外のほとんどの食品原料は出荷酵母が栄養素と水を摂取して自然に安定かつ飲用可能なワインを製造するために必要な糖分。3. タンニン 必須塩類の量的バランスが整っていないため、ほとんどのフルーツワインが発酵時に一つあるいは複数の栄養素を調整されている。すなわち、これらの製品の中には風味の調整やアルコール度数を上げるために砂糖や蜂蜜の添加が必要なものもある。欧米で一般的に生産されている二つの品種は、エルダーベリーワインとタンポポのワインである。ジョセフケ・セリングが原作し、 フランク・カプラによって映画化された A アルセニックオールドレースで殺人に使われる飲み物として毒入りエルダーベリーワインが登場する。エルダーベリーの花から作られたワインはエルダーブローワインと呼ばれる。許容できる酸度を維持しながら発酵させるのに必要な発酵に使える糖分の量はしばしば低く最終的なワイン製品に必要なアルコール度数を確保するために 保糖と呼ばれる工程で補充される必要がある。酸度を許容可能な範囲で維持しつつ、発酵を完了させるために、十分な量の糖を確保するために、スクロースがしばしば添加される。初期溶液の比重が高すぎた場合、糖分が過剰であることを示し、比重を目標範囲まで低下させるために、水や酸度調整された水を加えることもできる。 多くの種類の果実における天然の酸度は希釈することなしに風味が良く心地よいフルーツワインを製造するには高すぎる。これには特にイチゴ、チェリー、パイナップル、ラズベリー等が当てはまる。従って糖分を調整する場合の多くはすりつぶした果実を酸度を最適なレベルに低下させるために水が補充される。これは 全体的な果実のフレーバーも希釈によって低下させてしまうことにもつながる。最終的なワイン製品中の酸の量が多すぎると望ましくないえぐみやつんとくる刺激を感じる場合があるが発酵後に再び糖を加えることによりフレーバーの損失を補うことができこれを風味改善剤として作用することによる。あるワイン研究者の意見ではフルーツワインは 瓶詰めされてからの年数によって熟成されるようなことは少なく、通常は1年以内に消費されることがほとんどである。梅実る種の瓶、梅種とも呼ばれる梅のリキュールは日本や韓国で人気があり、中国でも生産されている。中国では梅種は銘中と呼ばれている。梅種は通常、上流種に梅を新種して作られる。アルコール度数は 果実から発酵される典型的なフルーツワインより高く調整できる。日本の梅酒は、お梅を焼酎に漬けて作られており、甘くて滑らかな味わいである。韓国にも、メシルチュと呼ばれる同様の酒があり、ネファスメチュイスンソルジュンメ等の様々なブランド名で販売されている。日本と韓国の梅酒の銘柄は、梅果実が丸ごと瓶の中に入っている。台湾では、 第二次世界大戦後に日本の梅酒文化をベースに大きな変革が起き、梅酒とスモモワインとウーロンチャリキュールを混合して作られる運命中が生まれた。別の梅酒の形態としてリンゴからシードルを作る方法と同様に梅を発酵させた醸造酒としてプラムジャーカムがある。これはしばしばイギリスのコッツウォルズ北部の特産品として紹介され、 かつては、ウスターの町の特産品であった。ドミニカ共和国のパイナップルワインの瓶、パイナップルワインは、パイナップル果汁から作られる。パイナップル果汁の発酵は、温度調節されたバットで行われ、ほぼ乾燥した状態まで進んで停止する。その結果、柔らかく乾いた強いパイナップルの芳醇な香りを持ったフルーツワインができる。パイナップルワインは、タイヤ、 東南アジア諸国で人気があり、昔ながらの手作業で作られていて、商業生産はされていない。メキシコでは発酵されたパイナップル飲料が非常に有名で、テパチと呼ばれている。世界各地の商業的生産の例としては、ハワイのマウイワイナリー、アフリカで初めてのパイナップルワイナリーであるナイジェリアのヤコブズワインなどがある。また、ドミニカ共和国では、 ビニコーラデルノルテによってアルコール度数10%の製品が作られている。日本でも沖縄で数種のパイナップルワインが地域の特産として作られており、アルコール度数は11.5%である。タンポポワインはタンポポの花びらと砂糖にレモン果汁等の酸味成分を組み合わせて作られる適度なアルコール度数のフルーツワインである。主にアメリカで好まれており、 一般的には手作りのレシピとして作られているが、ニュージャージー州のベルベワイナリー、オハイオ州のブライトンバックワイナリー、モンタナ州のヒドンレジェンドワイナリー、ノースダコタ州のメープルリバーワイナリーのようなタンポポワインを商業的に生産するワイナリーは、ほんの一握りである。抗議にローズヒップワインもフルーツワインに含まれる。生もしくは乾燥したローズヒップから作ることができる。 この飲料を作るために、ローズヒップは、酵母とクエン酸を含んだシロップ中で発酵され、抽出エキスが作られる。この技術は、スピノサスモモ、サンザシ、ナナカマドに代表されるようなごく一部の種類のフルーツワインに用いられている。ローズヒップから作られる、ワインの最高の状態は少なくとも2年以上、保管したもので、強く甘い風味がする。 赤すぐりと白すぐりのフルーツワインは通常は高品質なブドウ栽培が難しい北方の涼しい地域で生産される飲料である。これらの製造方法は非常に単純で、これらの果実の天然の化学成分バランスはいかなる添加物の添加もなしにワインの成長化を可能にしている。赤すぐりや白すぐりは炭水化物が不足しているため、 これらは砂糖や蜂蜜の添加が必要である。チェリーワインはサクラんぼから作られるフルーツワインの一種で一般には十分な酸味を有する炭ミミク桜の実が用いられる。チェリーワインは主成強化ワインやリキュールを作るためにも用いられる。米国の主要なサクラんぼ生産地帯に位置するミシガン州のワインメーカーはスパイスを添加したものやサクラんぼとブドウのブレンドなど 様々な種類のチェリーワインを生産している。チェリーキーハイフはデンマークで生産されており、サクランボから作られたワインに天然香料が添加された主成強化ワインで通常アルコール度数は16%である。チェリーのリキュールの中で最もよく知られているのはクロアチアのマラスカ種から作られるマラスカである。ここ数年、デンマークでは フレドリックスダルチェリーワインが生産されている。国際的な成功を収めているフレデリックスドルの目標は、ブドウから作られたワインと同等の質のチェリーワインを作ることである。スキンコンタクトワイン、アンバーワインのことをその色合いから、オレンジワインとも称するが、本校で述べる柑橘果実を使ったフルーツワインとは別である。オレンジワインは商業的には入手できないが、 南アフリカのホワイトリバーや家庭内での手作業で生産されている。味はライトボディーのワインのようで単色または黄金色で辛口でボディが薄くアルコール飲料である。出来栄えは使用された酵母に依存しておりレシピは数少ない。通常家庭で手作業で作っている場合は自分や近隣のオレンジの樹木の収穫物を利用している。果実は 非常に酸度が高く、pH を調整しなければならないため、ワインは作るのが難しいと言われている。さらに厄介なのは、青カビ族のカビによって発酵が止まりワインが腐敗することであり、果実を衛生的に保ちきれいにしておくことに十分な注意を払う必要がある。その他の工程は非常に簡単である。アメリカのアルコールタバコ税貿易局には、 オレンジワインの規格が定められている。ありがとうございます。